はい、じゃあ一斉にお伝えします、はい、せーの、はい、はい、ドン。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリア札幌店店長の大塚渉です。ご視聴ありがとうございます。コマンダー塚本こと塚本達です。始まりました第12回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。今回僕そして、塚本さんとの対戦なんですけども、普段ハレリアの記事を読んでくださっている方なら今回の対戦フォーマットはもうお分かりかと思います。今回の対戦フォーマットですが 1v1 コマンダーです。はい、MTG には統率者戦という多人数で遊ぶ遊び方があるんですが、今回はそれの2人で遊ぶバージョンですね。そうですね、はい、というわけで統率者戦なんですけども、はい、普段の対戦と違って、まあ、多人数でやる戦いなんですけども、はい、ルールとしてはですね、統率者というのがいてですね、各々、伝説のクリーチャーをですね手札のようにお使いよと。でそのカードに含まれている色のカードしかデッキに入れられないんですね。で、あと基本土地以外は1枚しか入れられない、はい、というルールのもと、まあ、合計100枚のデッキを作ってみんなでワイワイ楽しくやるというカードになってます。はい、加えて初期ライフは40で、それとは別に同一の統率者からのダメージが蓄積21点を超えると負けとなっているんで、普段とは違った戦法とかを組んだりとかできますね。はい、普段とマジックと、まあ、対戦と違って結構みんなでワイワイやる感じのフォーマットですね。パーティーゲームに近い感じですね。まあ、で、統率者といえばですね、最近の統率者2017が発売されましたけども、はい、塚本さん的にはどういうカードがお気に入りですか？はい、僕はドラゴンエンジンレイモスというカードが一番お気に入りですね。はい、はい、どういうカード、どういう効果があるんですか？呪文を唱えると自身にプライス1カウンターを乗っけるんですけど、それが5個溜まって取り除くと白白青青黒黒赤赤緑緑が出る。10マナ10マナ出る。大都市も一気に出る。ですよね。はい、逆に大塚さんはどのようにいったカードがお気に入りですか？はいはい、僕もこの前 の記事でちょっと紹介させてもらったんですけども、あの偽善者メアシルっていうと、そうしたら結構僕の中ではグッとくる、はい、そうですね、こうなってこんなのがこうなってそういうカードで、まあ、何するかというと、出た時に墓地のクリーチャーがアーティファクトを、まあ、1枚追放できて、はい、その追放したカード の起動型能力を1対2回使えるという感じなんですね、はい、まあ、結構なんで結構いろんなことができるんですけども、はい、まあ、僕は結構これだって思ったのコンボがあって、はい、まあ、記事でまた紹介したものなんですけど、はい、まあ、時の賢者ってカードって、時の賢者ってカードはプラス1カウンターを5個取り除くと追加ターンを行えるというカードで、はい、でもう一つ人もどきっていうカードがあって、はい、人もどきは X マナ払うと X コー11カウントを置くと、ということはつまり5個、はい、5マナ払って、プラス1カウント5個置くと、それを時の賢者の能力で追放して無限ターンが行えるっていう、5個乗っけて5個取り除く、5個乗っけて5個取り除くっていうのを無限にやれるっていう、なかなかシルクが不器用な感じのコンボなんですけど、まあ、そういうなんか変な普段じゃできないことができるんで、はい、楽しいですね。楽しいですね。はい、まあ、いろいろ話したんですけども、まあ、塚本さんはハレリアで創造した戦の記事を載されてますね。はい、毎月ハレリアでコマンダー塚本の統率者最前線という記事を連載しているので、ぜひご覧になってください。はい、まあ、ちなみに僕もハレリアで統率者のコラムを書かせていただいております。というわけでですね、まあ、どちらもハレリアで統率者を盛り上げているもの同士、はい、いや、皆さんもなんか気になってるんじゃないかなっていうことがありまして。何ですか？いや、やっぱりもう本当に強いのってどっちなんだと、このハレリアコンバットの動画の場を借りて、はい、決定したいと思います。準備よろしく。いいでしょう、受けて立ちます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ最速記号、はい、今日も目指していきます。はい、2 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 2
だ。はい、じゃあ先手いただきます。はい、はい、7枚ですね。はい、チェックします。はい、キープします。なるほど、はい、はい、どっちがないです。じゃあ僕が、はい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 、やります。はい、というわけで、はい、じゃあ、1000円を落としていきます。はい、せーの、はい、はい、ドン。どこが大盛りのルーハン。
はい、これはですね、あの盗撮2017で出た、はい、私がですね、ちょっと今回説明してもらってもいいですか。はい、まず新しい能力、移行という能力を持っていて、江戸川マルコフが盗撮者領域か戦場にいる場合に誘発する能力となっています、うん、で、自分が吸血鬼を唱えた時に誘発して黒の11の吸血鬼トークンを追加で出すことができます、はい、で、自身は先制攻撃と速攻を持っていて、江戸川マルコフが攻撃した時に自分の吸血鬼全員にプラス1カウンターを受けるというすごい攻撃的な能力を持っています、はい、なるほど、はい、ということで江戸川マルコフなんですけど、これあれですね、投手数2000なので新しく出たカードなんですけども、僕はちょっと対照的にあの初代の投手者に収録されているホモーリのルーハンというカードで、4マナで77バカでかい10マナで持っていて、でですね、戦闘の開始時に対戦相手はランダムで選んで、その対戦相手に、まあ、ランダムで攻撃しよう仕掛け、絶対攻撃しようしなきゃいけないと、はい、いうカードになってます。おということは1v1 コマンダー大体、まあ、対戦相手は1人なんで、はい、必ず僕を殴るっていう、はい、という感じで、なるほど、はい、それでは始めていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、おしまい。はい、失礼します。木製にされた三角ステおしまいです。はい、セット。はい、マナ。じゃあ再起あふれる霊気体。はい、で誘発して、はい、はい、吸血鬼を出しておしまいです。はい、じゃあチキって29です。はい、じゃあ始めます。はい、コンタを、はい、そしてボルトのインスタンスしておしまいです。お、いいスタートですね。次にルーハンが出てきました。ドロー。攻撃戦で、はい、3点で、はい、3点26で、次は2点回復して32、はい、32です、はい、はい、ドラーだ。ドラーあれやばいやつ。こいつはめちゃめちゃ強いです、ね、はい、で、はい、誘発して、はい、おしまいです。よし、どうします。はい、しかし、4マナ揃ってしまった。まあ、揃ってないんだなまさか落ち止まったんだなぁ。不安ですね。はい、ちょっと、あんまり言いたくないですけど、まあね、氷の呼吸をドラー。はい、ドラーです。はい、で、ダメです。はい、じゃあドローします。はい、はい、攻撃宣言、攻撃4点4点26から27。はい、で、こちらゲインして34です。はい、はい、ダイムウェイに行きます。はい、吸血鬼を出したんで、はい、大丈夫。さらに追加で、追加で、はい、アラストリアの基準、はい、はい、やりました。はい、はい、おしまいです。 OK です。どうします。ギター、おっ、ギターがちょっとやつら多すぎるため、そろそろ間引かないと、おっ、間引かれてしまうのかやばいんじゃないかなみたいな。はい、あるクラスの各クリーチャーに全員2点。だけでこの2、3、以外は全員、やつ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 、何もしませんでした。はい、クラマン払ってください。おしまいです。ひえ、厳しい。ドローします。はい、はい、じゃあ、はい、はい、2点20の36。はい、36。はい、はい、第2名、はい、オリビアドラグン、お、ただの飛行マットミスで。ディスカードすると飛行持つ。はい、飛行持つ。2マナの古文が入るんですね。はい、吸血鬼はパワーが2だったら入れとけみたいな。はい、おしまいです。はい、じゃあね、古文を出すとあの液体に武器が死んでしまう。で、ダガ出す。ダガ出す。はい、おしまいです。はい、はい、ドローします、はい。じゃあ、黒黒黒出します。はい、黒黒黒、はい、はい、マラキールの門番キッカー払います。はい、キッカーで、誘発したんで、思い出る、はい、はい、はい、死んでしまいました。で、攻撃宣言、攻撃、はい、5点です。はい、5点、はい、15です。はい、こちら現役で38。はい、はい、おしまいです。出します。はい、きたー。お、隣の土、
持ち。いやこれね、ファイルですけど、このまま出して、ワイルドファイル。おー、ワイルドファイヤーすごい。一プレイ、4つのラウンドをお互いサクって、はい、全員のクリーチャー4点と。はい、じゃあ、僕の場は全部流れました。ヒエーやばく、ちょっとインカあるんで、はい、インカね、こいつらだけじゃ何も出せない。じゃあ、もう やり直してみて、はい、しないですね。ドローします。頼む。はい、どうぞ。こっち、引け、こっち引け、あ、引かない。これ、搾取搾取、登れるかもしれない。このままどうなってしまうのか。お、引いた、引いた。え、ちょっとおしまいです。あと、なんもない。はい、まだなんもないです、大丈夫です。あ、やばい。おしまい。おしまい、おしまい。はい、37、これは、はい、はい、取ろう。はい、頼む。おー、おしまい。おしまい。はい、はい、自動します。なるほど、おしまい。この、はい、この動画的に大丈夫なのかみたいな、この2、3ターン引いた。じゃあ、はい、はい、クリーチャー出します。はい、OK です。はい、おしまいです。おしまい。おー、引いた、よかった。おー、よかった、よかった。対戦で心配されたどうしようか。したはい、と、はい、14。はい、どうぞ。はい、で、となるし。はい、ともなるし。はい、塚本さんはお友達なので、僕の盤面には白若が。はい、山田さん。ちなみに色強くできるのだいぶ強いですね。はい、ドローします。はい、攻撃戦なんで、はい、攻撃、はい、失礼します。はい、2点。はい、はい、はい、1枚で。1枚。じゃあエンドに1枚で打ちます。はい、どうぞ。3枚で好きなのも1枚で加えると。1枚加えます。はい、はい、そしてダフト。おいおい、こんなカード引いていいのか。おこんなカード引いていいのか。ワッタースカール、きつい。単純にきつい。ではエンド時にバンチュー。バンチュー、レガシーでも禁止の。じゃあこれを持って、はい、はい、これだけで禁止して、最近の使って見せなくていい。はい、ずるなってきたんだよね。はい、どうぞ。じゃあして、それがじゃあ、はい、で、2点かけて、はい、35です。35。はい、はい、はい、で、ドローします。はい、着射戦です。おっ、4マナ。はい、4マナ出 て、で、これ、もしかして、はい、しちゃう。降臨した。はい、はい、じゃあ、攻撃宣言。はい、はい、さすがに攻撃1体さすがに今ブロックはできないですね。はい、で、1ピーチカウンターで5点。これって攻撃職員、あた全員だ。全員。おー、ついた、ついた、おい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 、勝ち。はい、で、おしまいです。お願いします。ちょっとやばいんだけど、はい、僕もやばいんですね。ジェイス。ジェイス。ジェイス。これは怒りの予感。はい。じゃあじゃあマイナスノルト使ってば。はい。ひげー。あ、じゃあ戻す。戻した方が強い。はい、強い。四点。四点きついの。じゃあ12。しかもライフ回復する。いいでしょう。はい、おしまいです。はい。セットランド欲しい。そしておしまいです。おしまい。はい、あ、これはもう、こういう動画はいらないです。じゃあ、立ちます。攻撃してきたときに先祖の結集 X2 で、でも大丈夫ですか。いや、ちょっと、スカリキュレーションです。あー、今の払えない。今の払えない。はい、じゃあ、はい、こちらが16になって、はい、僕が27。はい、はい、はい、ついちゃいます。はい、どうぞ。こちら。いいでしょう。はい。いいでしょう。じゃあまだね。ピクソンさんね。土地全部。やり放題。はい。そうです。はい。おしまいです。はい。当然土地以外。はい。おしまいです。ゼロ。なんだこのゲームはつって。はい。バックで。
20の23ですね。いやこれ楽しいな。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい。はい、じゃあおしまいです。はい、はい、おしまいです。はい、よろしくお願いします。いやこれね、14個溜まってしまっているということは、溜まってしまっているということは、はい、じゃあ、ちょっとそれを、じゃあ、大マイナス使ってもらはい、山札にしてこれを全部リムーブ、はい、山札追放で、はい、手札が全部、はい、こうなりましたということで、はい、おしまいです。ドロー、うん、エンドアタックブロック、はい、40 必死1枚なんで、はい、あれプラスプラスカイにやるっつって嬉しそうしますね。はい、ゼロで、はい、めちゃくちゃな、このめちゃくちゃやり放題、やり放題、放題、はい、このナメップの現れみたいなあー、それきついんだよな。あ、しまいですね。はい、ドロー、はい、ありがとうございました。めちゃくちゃされましたね。このカード一回一回くらいついていたね。はい、というまあやってみたんですけど、どうですかね。結構江戸川区もう出る、もうなんか何回除去ってもどんどん出てくるっていう感じ、はい、もうわらわら吸血鬼が出てくるんで、はい、まあ吸血鬼好きな人にはたまらない感じですね。はい、この面白いのこれね、なんか青白赤って地球頭いい色の巨人戦士っていう、はい、効果も頭悪いみたいな。あ、でもワイルドファイヤーこいつ出てワイルドファイヤーって黄金パターンがあるんで、まあ、デッキはしっかりしてるんで、よかったです。やりたかったもんね、殴るときにダイス振り回すってさあ、じゃあちょっと4なんで塚本さん殴りますみたいな、すいません、ちょっとダイスが悪くてみたいなちょっとやりたかったんですけど、それはちょっとできなかった。できなかったです、はい、まあでも色が強いんでね、はい、この3色だとまあ結構何でもできるんで。というわけでお送りいたしましたハレイラコンバット、いかがでしたでしょうか。統率戦なんですけれども、まあ、ハレイラでは週に1回、統率戦の大会も行っております。まあ、基本的にですね、ハレイラトーナメントセンターだけではなくですね、僕のハレイラサポーテでもやってますし、まあ、全店舗でですね統率戦やっておりますので、ぜひこの機会に参加していただければと思います。はい、はい、あとは統率戦2017という買えば即統率者遊べるデッキが発売していますので、こちらの方も買ってここからスタートしていただくといいのもいいと思います。そうですね、まあ、今回あの4種類あの猫と吸血鬼とウィザードとドラゴンあるんですけども、はいはい、塚本さん的にどれがおすすめですか。もちろんこれと言いたいところですがじゃないが、がまあ人の好みもあるんで、はい、まあ僕は大雑把にいろいろ遊べるドラゴンがおすすめですね。ドラゴン結構なんか 大味というか、はい、でかい魔出してでかいドラゴン出してドーン、やったーみたいな感じなんで、はい、まあ結構まあ、うまみを味わうという統率者ならではの、はい、楽しみが一番楽しめるかなと。はい、じゃあそしてハレイラチャンネルからの告知になります。わあ、はい、現在 YouTube スペースという YouTube コインのスタジオがあるんですけども、はい、ハレイラコンバット in YouTube スペースを撮影しようという企画がですね進行中です。しかしですね、 YouTube スペースですね、チャンネル登録数が1万人以上ないと利用できないというちょっと縛りがあるんですけどもですね、この企画が実現できるかどうかは、視聴者の皆様にかかっておりますですね。もしよろしければチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ここら辺にあるチャンネル登録ボタンを押していただければはい、まあ実際このワンプレイヤーコマンドもねちょっとスタジオが狭くて、はい、4人でやりたかったところだなっていうところもあるので、まあですね、4人登録した動画が見たい方ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回はこのようになります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。